トラオレ擁する日本代表はその後のアジアリーグもアジア最終予選も順調に勝ち進み、ワールドカップに進んだのであった。そして日本が入ったグループはグループ H、 ドイツ、ポーランド、日本、パラグアイ。グループ A はフランス、ウクライナ、 B はいないね、 C はベルギー、 D はスペイン、スウェーデン、グループ E イングランド、グループ F、 グループ G、 ドイツ、ブラジルいないね、ブラジルいないね。入れ替え、入れ替えてどうやってすんの、入れ替えってここでしか入れ替えできないの、あ、変更か。最強の最強、デンマークも強いよね、最強、あ、イタリアでしょ、オランダも入れちゃおう、クロアチア、オランダ来ないかな、北アイルランド、あ、ジャマイカ入ってるやん、ジャマイカジャマイカおるやん、ジャマイカ、ギリシャも強いんじゃない、イスラエル、オランダ、あ、ポルトガルね、ここ入れていかなきゃいけない、あとはセルビア、スコットランド、イラク、アジア、もうちょっと、イラン、あ、オーストラリア、韓国は韓国、オーストリア、チュニジアよりは韓国、あー、でもどうなんだろう、北朝鮮、韓国、サウジとかも入れたいけどね、あれ、何枠だっけ、枠いいか、枠気にしないで、スペイン、ドイツ、ポーランド、パラグアイ、ここちょっと南米の強いやつ入れよう、アルゼンチン、ブラジル、どっち入れようかな、アルゼンチン入れよう、いや、アルゼン、いや、ちょっと難しいね、ここ入れたらさ、入れたで、ウルグアイぐらいにしとこう、あ、ウルグアイぐらいにしとこう、で、アルゼンチンとブラジルをいい感じで まぶそう、エクアドル、そうしないと決勝トーナメント上がってこないからね、オーストラリア、ペルー、スコットランド、この辺が、あとはボスニア、ヘルツェコビナーとかも入れた方がいいかな、ロシア、スロベキア、スペイン、スイス、ウェールズ、ウェールズ入れよう、ウェールズはもう台風の目、クロアチア、ポルトガル、アルゼンチン、あ、強っ、チェコ、イタリア、ニュージーランド、ベルギー、トルコ、オマーン、ブラジル、フランス、ウクライナ、ギニア、これちょっと入れよう、南米、北中米、コスタリカ、メキシコ、メキシコ入れようか、イングランド、オーストリア、ベネズ、ここやばい、あ、韓国、でもまあまあまあこんぐらいのレベルだったら、ドイツ、ポーランド、ウルグアイ、これでいっか、オランダ入れる、ベネズエラのとこ、もうむちゃくちゃだけど出場の枠数は、オランダこんなもんか。さあアジアは、アジアちょっと入れる、ポルトガル、アルゼンチン、ジャマイカ、アメリカ、ニュージーランド、ニュージーランドよりはアジアの、イランか、イラクか、サウジにしよう、サウジ、サウジ、オーストラリア、韓国、オーストラリアも入ってるよね、確か4チームボンバーしましたんで、いきましょう、協力プレイヤーオフ、スーパースター、もちろんコムのレベルはスーパースターです、ワールドカップが始まりました、ジャパン、ジャパン、ジャパン、まずは第1試合、日本対ウルグアイ、久保とかいないんだよね、久保とかいないんだよねということで、たくさんコメントいただいて、やっぱボルトかなりいい感じらしいんで、ホンダ僕中盤でセントラルで使います、ホタル、長谷部、いやー、ホタル、ホンダの方がいいのかな、まあいいや、岡崎じゃなくて、大迫いないじゃん、金崎、金崎、大迫いないよ、大迫もいないんだっけ、まあいいや、ウサイン・ボルトがいるぐらいやからな、川島、ボンバー、ここ長友でいいのかな、清武、香川、宇佐美、斉藤角、あ、原口元気、これでいきましょう、相手はスアレス、カバーニ、オセヒメネス、ゴディン、いや結構やばくない、ペレイラもいるしね、しかしジャパン、ジャパン、ボンバイヤーいきます、お願いいたします、3試合でしょ、ウルグアイ、ポーランド、日本、あとどこだっけ、まあ、2チーム強かった、1勝1敗1分けではちょっと厳しいのかもしれんな、2勝が条件な感じはしますが、
さあワールドカップ、あれユニフォーム変えた方が良かったかな、水色と今回スアレスと岡ちゃん気合入ってますね、これね。大迫俺入れなかったっけ、多分入ってんじゃないかな、後から変えれるのかな。日本の国歌が響き渡りますよ、始まりました、ポンパン。姫ちゃんカバーにスアレスの、ここ怖いよね、もうワールドクラスだもん、あそこだけ普通に世界トップレベルじゃん。入れなきゃよかったね、ウルグアイね。カセレスも俺やん、カセレスゴディンがとボルトどう戦っていくのか、スアレス、カバーニ、この2人をジャパニーズボンバー、2人のセンターバックが止めれるのか。もうホンダもようやくもう心をね、ねじ曲げてくれてセントラルやってくれますんで、ウイングかトップの中盤のトップ下か前の選手しかやりたくないって言ったからね。まあでもだいぶこれ 気合がねにじんどるね、これね、やる気に満ち溢れとる、これ緊張しとんな、緊張しとる、2番緊張してます。うん、あとはもう川島、岡崎はねプレミア優勝したから俺って、プレミアリーグって言ったらまあレベルの高さで言ったらどうなんだろう、まあ、ね、バイエルンとかレアル、バルセロナとかユベントスとかずん抜けてるけど、まあ、平均的な力の強さだったらプレミアなのかな。リーガーも強そうだけどね。岡崎ウサインボルトは、皆さんに見ていただいた試合ではトップセンターフォワードでしたけども、今回岡崎のチェイシングを生かしてね、こう前からプレスしてカウンターサッカー、そういう感じでやっていきたいんで、ボルトは右に入ってもらっています、お願いいたしますということで、さあ相手はスーパースターどう戦っていくか、もう連携は、あーまあ岡ちゃんこれは空いたところはもうサクッと狙ってくるが、吉田プレミアで鍛えられた吉田のフィジカルで、さあボルト走れ、そこは走らないと、オッケーフィジカル負けてないぞロディオ、うわちょっと活性です。まあ、能力低くなったとはいえもう世界レベルのセンターバックでしたからね、経験でこうやってカバーしてくると。さあ香川、リンクマン香川もいるからな、香川も世界レベルで結構いいんじゃない。ちょっとここは怖いよ、ここ2人が翻弄されている。さあああいいな、あこれここ上げてくる、おぶねー、長友のちっちゃさがちょっと怖かったけど、でも逆に長友ちっちゃかったから触らなかったんでね、マイボールと。さあボルトの高さは、ウルグアイの中でもかなり高い、確かゴティン187とかじゃない、そんななかったっけ、90はなかったと思うんだよね。さあ香川が落ち着いて、長谷部、本田がねセントラルで結構前の方まで行くんで、守備時にワンボランチに、カウンター受けるときにワンボランチになるのがちょっと怖いかなっていう感じですね。で、カバーにスアレス、2人ともね、ラインブレイカーで、ツートップ、カウンター早いところなんで、ここに、ツートップにね、なんとか入れさせないっていうところが、肝になるかなっていう感じはするんですが、まあ日本はね、勝たなきゃいけない。もうウサイン・ボルト率いる日本は、このウルグアイに対して、あ、来た原口、いや神、あ入らん、原口あのシュートが2017で強いシュートですからね、決めてほしかった。さ早いなこれ、しかしここは吉田がボンバーかな、吉田かな、22番、携帯のくせにうるせえ。こちらですね、新しいスマホケースになっております。いやスマホケース変えるとやっぱ気分が変わるなということで、吉田がここはもうボルトに当てていきましょうと。サイドバックカスです。さあここは勝てるね、ナイス、ウサインボルト勝っている。さあここクロス上げていくか、高さゴディンいるからな、ゴディンなんとか引っ張り出したいけど、中に切り込んで、あ今ウサインがいい動きしてたね。これ本田、よし、あっ岡ちゃんあるんじゃない、岡ちゃんある、あるあるある、あここいいね、岡ちゃんに1回当ててウイングにもう1回出してボルトにクロス、ね、
ちょっと変則的ではありますがさあ、さあ正直 OK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 、 ここはね、ここはまあ やらせたというかディフェンスの勝ちですね。外れから前につなげたい、ウサインスピードを生かして世界レベルのね、センターバックには守備陣ですから、ここはかなり、もう前もって、やられていくのはちょっときついか、これは。アスファレスの裏ケアしていく。カバーに時間かけさせよう。ほら、ちょっとでも隙見せたら出してくるもん。危ない。危ないって、今ちょっと外と2択あったけど、シュートだね。やっぱ世界の、もう噛みつきスアレスだから、イライラして噛みついちゃうぐらいですから、もうガが強いと、ま、バルサ行ったらそんなにガね、ガ強くなかったんだけど、意外と。やっぱガンガンね、こう、得点狙ってきますよ、世界のストライカーは。香川頑張るか、おっと、ナイス、ナイディ、ナイディ。ここからチャンスなんじゃないか？ホンダ。この中盤でゲームメイク、おっと、疲れた。こうね、ホンダもね、怪我をして、フィジカルが万全じゃない中、スピードがね、ちょっときついみたいな。もう状況で言われてますが、やっぱサッカーセンスと、組み立て力、あ、パスがね、原口とのパスの息が合いませんでしたね、パスが強すぎて。キック力の強さ、シュートの時はいいけどね、パスの時はちょっとゲージマックスでは飛び越えちゃうよっていう感じか。さあ、ボルト。ボルトがゴティで。ナイス。ホンダこれ勝てそうだ。あ、惜しい。いや、でもこう、フィジカルで負けてない。ちょっとね、今、やっぱカバーニ・スアレスのこの2トップ、あ、ここダメだ。カバーニ・スアレスの2トップは、2トップにね、ちょっとディフェンス陣翻弄されてるんで、2ボラ、まあ、後半このままやられ続けるようだったら、ホンダを外して、ホタル入れてみてもいいかなと思うけど、ホンダがこう、ナイス、ここ、あー、ちょっとミスったね。今、ボール、ね、ボールキープ力、世界でもやっぱ通用するホンダの中盤であんだけボール持てるっていうのはいいですね。ここも、ちゃんと取りに来てくれると。で、香川、リンクマン、カバーにここまでチェイシング来る。やっぱカバーニもね、パリだと大スターですけど、スアレスいるからね、スアレスいると、やっぱこう、俺が攻撃はスアレスに任して、得意のチェイシングでボールを取りに行くよ、酒井宏樹が勝てない、いやここ、どんどんつながっていく、さあ、本田いないもんね、あ、いるか、本田、奥にいるね、香川まで戻ってるんだけど、残念と、あ、ここチャンス、さあ、本田のゲームメイク、原口がサイドで勝負できるか。ボルトがね、そんなに目立ってないんですよ。さあ、来た。あ、惜しい。あ、ある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 。あ、来た。ワンツーで返す。惜しいな。しかし、ボルトのやっぱあそこ、ワンツーで返す、あの、こね、狭いコースをとか、ちょっと難しいのかな、ボルトの能力じゃ。スピードだけを生かしていくっていうのが、一つ、あ、ここパス。あ、惜しいな。見てるとかよかったんだけど。さすがやっぱ一流のアスリート。開くところっていう、かね、こう、勘というの勘での、経験をカバーして、あの辺がうまいことプレイできてるが、ちょっと精度が悪い。岡ちゃん、オッケーオッケー。香川がここ、いいポジション。ここ惜しいな。ちょっと香川がね、ブンデスもあんま当たりは強いはずなんだけど。やっぱちょっとね、南米の、このフィジカルの強さの前では、いつものね、得意なプレイで、プレイのエリアで、自由にさせてもらえないですね。まあ、日本で、香川、本田、いますけども、やっぱ、こんだけていくか。ウルグアイもね、かなり研究してますよ、これ。ここはね、ホンダのカーブを信じてもいいんじゃないか。いくよ。曲がってくれ、曲がってくれ、グラウンダーで曲がって、おーし、おーし、ホンダがもう泣き崩れて、全財産盗まれたぐらいの感じで、当たっちゃったのかな、今。うわ、ホンダ。まあこれね、ホンダもね、年ですからね、年齢的にも最後のワールドカップと言われてますから。ここにね、かける思い。やっぱりあんだけクールだったヒデ中田が、最後のワールドカップ負けた瞬間、立ち上がれなかったもんね。あ、ヘディング勝った。ここ使っていいかもしんない。オッケーオッケーオッケー。香川。ほらほらほら、怖いけど、あ、ちょっとずつ香川が、フリーになる場面が見えてきたかな。香川もね、相手のプレスの強さにちょっと、アジャストしていってますね。あ、惜しいなぁ。ここで、ボルト。あ、ここボルトが、あ、神。いや、惜しい。原口がちょっとおしゃれなループシュートで、決めようと思いましたが、ここは前半0-0ということで。
こ前半ね、始めスタート時は結構ウルグアイにポコポコにやられてたけども、ちょっと時間が経つにつれて日本代表選手もゲームに入っていけたのか結構良かったですね。カウンターだけだね。そう考えるとやっぱボランチ山口本田に変えててのありかもしれないんで、ちょっとこの辺はまあもうちょっと様子見、ただ早い段階で決断していかないと、もう後半にねスコンとやられると危ない。まあ狙ってんね、このカバーニとスアレスの裏抜けをどんな位置からでもバンバン出してくるわ。で適当なねフラスルとかクロスだったらいいけど、それが通っちゃうっていうか、やっぱりねワールドクラスの能力なのか触るんだよね。でここでウルグアイのフィジカル、やっぱボルトがちょっとスタミナないからか、ちょっとこうフィジカル面で負けて、競り合いに負けるようになってきた。やっぱちょっとアジアと違うのかな。お岡崎いいんじゃないこれ、触れないか。あれをね、ワールドカップ日韓ワールドカップの鈴木のつま先ゴールを彷彿とさせるようなフラスルからの、ちょっとこれは怖いよ、これ裏ケアで、ここは吉田が我慢、OK OK、中いる、よしキーパー戻そう、ボルト、おっとちょっと川島今やっちゃったか、川島。まあこういうね、この試合初めての場面だったんで、ああいうところはね、ちょっと川島もプレーのね選択ミスっちゃったのかなと。さあ吉田カバーニに勝っていく、ここ出そう、ナイス。さあ岡ちゃん時間をかけながら斜めのドリブルで上がりを待ちます。さあ OK、 惜しいな、カッセレス。やっぱ世界のレベル全然違うわ、スライディングのキレが。さあ長谷部からホンダ、ここはどうする、縦が使えないとなったらここ外出していくよとか、香川がいいとこ走ってる。さあボルト走ってくれ、来たボルトが、はあ残念惜しい。いや今いい流れでね、ボルトも完全にチーム一体連携してたよ、流れるような。長友が持ち上がって、ここ香川が走り込む、そこに来たスペースに岡崎が入って、さらにその岡崎の抜けたスペースにボルトが走り込んでいくというね、練習通りのプレーではありましたが、ちょっとスタミナ切れてきたかなボルト。しかしまあね、スポンサーの意向でボルトをね90分出さなきゃいけないという契約になってますんで、日本代表はなんとかねそこ戦っていかなきゃいけない。さあ結構スタミナがなくなってきたからか、またカウンターをやられるようになってきたぞ。これは次のタイミングで、ここで取られちゃまずい。ホンダ頑張れ。よしよしよし、オッケー、ホンダ変えて、まあ初戦ですからね、まあ、ここでチャマ監督は勝ちはもちろんそうですが、引き分け、あ、ホンダ調子悪いんだ、引き分けで終わる、それもありなんじゃないかと。まだ初戦ですから2試合残ってますからね、いろんなプランを視野に入れていかなきゃいけない。で岡崎もちょっと変えて、いや岡崎変えるやついないな、ホンダワントップありだな、ホンダワントップにして原口、香川で長谷部、ここツーボラでガッチリ守ってこの前の4人攻めていくと。原口、清武あるな、香川に変えて、まあ、ちょっと動きがね変わってくるんで、相手もね、ちょっと、ま、エリアがね若干違うんでね、香川と清武は、まあ、ここでちょっとね香川の動きに慣れたディフェンスにちょっとスパイスエッセンスボンバーみたいな感じですね。でちょっとそれでも70分80分超えたあたりでまだ試合が動かないようであれば、右のウイング原口に変えて、あ左か、宇佐美使っていこうかなと。おーナイス、原田じゃない、本田、いや素晴らしいよ、素晴らしいキープ力、そしてあの判断、プレーの判断、いや今出せたな、よし山口いいよ、長谷部この辺の、おっとウサイン来た、あー惜しい、まだある、清武ナイス、清武、はい、あー惜しいな、これいいよ、でも回ってきた、岡ちゃんやめて、ホンダそこかな、やっぱ動いてんの。で必殺技のウサインボルトヘディング、頼む、おある、まだ、さあーマイボール、まだマイボール、さあヒロキ、清武か、サイド勝負していきたいが、オッケー、あー惜しいな、ここ出せるよね、あ惜しい、細かくつないで、あーこれカバーに疲れてるのか、カバーに疲れてんじゃないか、これ相手もだいぶね消耗してきてる、69分
さあ、そろそろ宇佐美がアップを始めたようですね。オッケー。あ、ボルト使いたい。あー、違う違う、ボルト、いや惜しいな。ちょっと焦ってる、日本もちょっと焦ってるんで、代表ホンダウサイン焦ってきてます。さあ、スピードを生かしていきたい。この幅出せ。お、来た来た、いや惜しいな、これ原口打ってもよかったが、ちょっとここ慎重に、逆に原口は慎重になりすぎてるね。これ大胆にもっとプレイしていってほしい。あ、来た、どうだ、中切れ込む、ああ惜しいな。ボルトのね、やっぱこう、いや来た、ボルトナイス、ボルト頑張ってる。さあちょっと一回、もうカセレスやばいね、スラチューだカセレスは。こういったホタルのミドルもあるよと。あ、いいんじゃない、来た、おお、これオフなんだよな多分。いやー、いい攻めしてるんだけども、なかなか点が決まらない。決めていきたいところですが、さあコーナーキックで、ここで宇佐美を投入しましょう。原口、本田、宇佐美トップっていう、うさんくさいことしちゃう？しちゃおうか。いや、迷うな、清武、原口かな、やっぱ原口結構いいんだけどね。ここは宇佐美にしとこう。よしよし。さあ、交代3枚。切り終わって、ジャパン！どう戦っていくか。ボルトを真ん中でよかったのかな。さあ、ボルトコーナーで。これは勝てる、ボルト押し！いけ。うさんくさいことになるからな。ナイス。さあ、ホンダがボルト決めてくれ、ボルト、あー、クロスが。ちょっとキーパーが頑張って前に出ちゃいましたね。取れる、さあ、ボルト。はい。うまい。うさみ決めろ。打て、が、惜しいよ、うさみ。いいとこ見せた。うさみの得点の嗅覚っていうのは、他の選手にない。さあボルト、ここどうだ、あ、ある、頼む、あ、惜しいな、くさあ85分、初戦この辺でちょっとチャマ監督的には引き分けで終わらせるプランもあるのかな、まあ、最悪なのは 1-0 で負けることなんで、難しいな、どうしたらいいんだこれ。まあ最後まで勝ちに行きたいところ。ちょっとこれは怖いよ、これは怖い。ナイス、長友体張って、なんかの試合でもあったよね、ゴロシュート打たれるっていうのをさ地面ゴロゴロ転がってファール取られるみたいな。さあ、ウサインボルトあるのか、うん、ナイス抜け出し決めた、ウサインボルト、そこよく見たね、よく見たよこれ。清武だったかな最後、ウサミかな。いや、気合入ってる、気合十分。本田も長谷部も、これは、あ、長谷部か、あ、清武だな。いや、タイミングが素晴らしいね。で、落ち着いて、ニア、あ、じゃあファーだ、落ち着いてファーに、このタイミング素晴らしいで、本田もあそこスペース空けてるんだよな、体張って。いや、すごい。さあ、日本代表ワールドカップ第1試合目、後半88分に点を取りました。さあ、ここは守りきれるのか、もう1点取りに行く感じはないね。さあ、ここは取りに、ここはちょっと守って終わりたい。オッケーオッケー、コーナー、これは怖いよ、コーナー。カバーに座りすぎるからね。ちょっとカバーニに疲れが見えたような気もしますけどね。闘争心があるんで。関係なく。キーパー出て、川島、オッケー、ナイス、あった。ここプレスかけたい、ちょっと、危ない。蹴ろ。ナイス。さあ、本田頑張れ。よし。オッケー。一番危ないとこ、さあ、早い。長友頑張れ。いや、マジでナイス、吉田。ちょっとね、やっぱ長友ももう疲れてきて、終盤カバーに、あー、もう日向ぼっこみたいなプールサイドでのポーズだね、あれね。いや、ここ見てなかったよね、さすがにね。ここの体の強さね、吉田がね、日本代表の守備の要として頑張ってますわ。さあ、どうする、ここは正直か。怖い、キーパー触れるか、ナイス、ボルト触ってクリア、ナイス。最後はボルトがもう懸命に足を伸ばしてクリアしていく。うわ、ウルグアイ、ここな、日本に負けると思ってなかった、めちゃめちゃ切れてるよ。
さん落ち着けみたいな。一方で勝利した日本は、まあ、勝利をねチームで分かっちゃうみたいな、ボルトありがとうみたいな、聞かせてくれてありがとうみたいな感じだろうね。ということで日本ワールドカップ予選リーグ、厳しいリーグ、厳しいグループに入りましたが、なんとか初戦を勝利で、ちょっとね引き分けでもいいかなって俺気持ちがあったんだけど、最後の方なんとか勝てたね。このフリーキックもね惜しかった。本田これ本気ですよ、これマジでワールドカップ優勝狙ってるわ。これ原口のねこのファンタジックなエロいプレイも良かったし、ここ良かったね、ここ可能性見れた。あーこれが枠に行けばね、利き足なんだけどね、左宇佐美のこのシュート、この辺からやっぱね宇佐美入れた瞬間ちょっとチームの意識がね、あのもう一踏ん張り頑張るぞっていう感じでスイッチが入ったんで、でここのね素晴らしかったボルトのこの動きもね、ちょっと結構何個かフェイント入れてあそこスペース作ってんだよね。トラップもうまくいって、後ろからトラップ全部うまくやるやんみたいな感じで、最後は冷静にファーに流し込むという感じで、まあポジション支配率は60の40で、シュートもね結構いけてます。カウンター結構やられたかなってヒヤヒヤした場面もありましたが、なんとか勝利でパーパーしました。さあ他の結果も見てみましょう。グループステージ第1節、イングランド、オーストラリア、オーストリア引き分け、韓国はオランダに負けてますね。でポルトガルとクロアチアが引き分け、でアルゼンチン、ジャマイカ、あ結構頑張ったねジャマイカ 1-0 で、チェコ、イタリアは、まあ、イタリアが勝ってると、でサウジがアメリカに引き分け、ドイツ、ポーランドも引き分けで、フランス、ウクライナ、フランス勝ってる、メキシコ、ウェールズも引き分け、ペルー、オーストラリアはペルーに負けてんじゃん、割とやばくない？そこに負けたら結構やばくない？オーストラリア、ベルギーも勝ってると、トルコね、まあ、ベルギーは強いもんね。ブラジルはオマーンに 3-0 と、まあ、危なげなく、スペイン、スウェーデン勝ってますね。これイブラが最後のワールドカップ、いやーこれはちょっと楽しみになってきたんじゃない。一応グループ H 日本が1位ですね。でドイツとポーランドが引き分けてるんで、ちょっと一歩有利だね、一歩有利。さあ次の試合はどこだ、次の試合はドイツ、早々に来たな。これはこれ勝ったら確定だね。あもしかしたら引き分けでも確定かな。ウクライナドイツで引き分けだから、ドイツ今もう1分けでしょ。これ俺が日本と引き分けたら2分けで、ウクライナ負けてるし、あウルグアイだ、ウルグアイ負けてるし、もう1個はまあちょっと日本勝てるかなって感じなんで、次の動画で楽しみください。さようなら。パー、今日も見てくれてありがとうな。動画がええなって思ってくれたらチャンネル登録ほんまよろしくな。俺にやってほしい企画があったらどしどしコメント欄で言ってほしい。みんな人生楽しもうぜ。